ラムです。ラムズッキュン。オラオラ映画バカ芸人アンコです。パニューパニュー。映画館暗くて怖いワイちゃんです。見に行くなよ。絶対暗くなるから。もう耐えてよ。はい、ということで、はい、このチャンネルはですね、映画好きが集まって映画について好き勝手語っていくという番組でございます。はい、今日はフワちゃんに来ていただいております。ようこそようこそじゃない。ということで、今回はとんでもないゲストに来ていただいております。何？俳優の加藤亮さんです。お邪魔します。ようこそ。ようこそ。僕あれなんですよ、シネマンションずっと見てたんですよ。そう、見てたんです。だから今日ここに来れてるのがすっごい信じられない。そうなんですよ。ちゃんとチャンネル登録してくれました。そうしてます。大好き。だからさ、これあれ洗濯バサミで止めてるんだって思って、ね、あんまりちょっと、あんまりしということで、ちょっと加藤さんがなんでこんな格好してるのかと言いますとですね、はいはい、前回加藤さん主演のパタリロという映画について皆さんで語っていきましたので、その役の出ないですよ。こんな変な場所でね。その役の格好をしてきてくれたということで。そうね、そうなんですよ。なんで前回の動画見てない方はぜひ見てください。今回はですね、加藤さんの好きな映画をちょっと私たちに教えてほしいなって思いまして、ということでちょっと結構浮かびました、好きな映画。そうですね、でもやっぱさ、こういうね、あの質問ってよくされるのよ。そうですよね。好きな映画とかそういうのを、ね、困っちゃいますよね。困っちゃうのよ。その時によって結構違ったりするから。そうなの。でなんかさ、こうさ、ね、いっぱいさ、こうやっていろんなやつで見てくれてる、あれこの間1位あれだったのになんか変わってんだけどみたいな。思われたら嫌だとかいろいろ考えちゃう。はい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 。なんでもう理由つけちゃっていいですよ。今の僕のみたいな。タイムリーな。タイムリーだね。はいはい。早速は教えていただきたいんですが、フワちゃんもね、ベスト3やったんだよね。そう、前呼んでいただいた時にここでやったんですけど、前は私は3位が、スクールオブロック。そう。え、私一人だけに簡単読まないで。誰よりも詳しい。2位が君に読む物語、1位が魔法にかけられて、うん、打ち上げとかなんか楽しいとかハッピーみたいなやつが好きなんですけど、うん、加藤亮さんはどうなのか。ねえ、ね、気になる。結構でも僕打ち上げとか好きです。ああ、打ち上げはすごい好きなの。加藤さんの予想してみる？うん。ああ、はいはい。うん、え、打ち上げ系が好きなんでしょ？打ち上げ系でしょ？でも打ち上げこの格好でさ、急に胸クソとかさ出てきたら怖いもんね。ドキッてはしちゃうね。胸クソが好きですねってなったら怖いから。なんだろう、ドラえもんムービーとかじゃん。ドラえもんムービー。あのね、ドラえもんもすごい好きで、のび太と無限三剣士っていうのがあって、考察がすごく、あ、考察、はい、すごい面白いの。大人も楽しめる感じ。そう、うん、ドラえもんとのび太くんとしずかちゃんが最後夢の中から出られたのか出られてないのかっていう謎の終わりで終わるんですよ。そんな終わりなんだ。ブラックな感じ。そうなんです。だからすごい無限三剣士すごい好きです。インセプションみたいですね。そうですね。よく言われますね、インセプションみたいって。まあね、ディズニーとかね、そういう系。あ、確かに。ディズニーももう大好き。トイストーリーとかね。トイストーリー好きすぎて。トイストーリーってね、おばちゃん語みたいな。じゃあ、3位の方お願いします。ダウン、うひひひひ、学校の階段。おぉ、大好きなのこれ。確かに、ぶち上げぶち上げ、これなんかすごい、あの、いろんな妖怪が出てきたりとかするから、はい、ホラー映画とか、そういう風に見られがちなんですけど、全然そんなことなくって、はい、すごい胸キュンストーリーなの。そうなんですよ。甘酸っぱいの、本当に。あんこさん大好きだから。大好き、僕2が特に大好きなの。そう、僕1だよ。あ、1ですか。やっぱコマヒゲさんでしょ。ねえ、ちょっとかわいいな。2の岸田京子さんですよ。いやいや、時計ね、私は時計返して。ひと夏の夏休みの中に、その裏の旧校舎にあのみんな迷い込んでって、その旧校舎の中でいろんなお化けにやってギャーってなるんですけど、その中で生徒同士のちょっとピュアなラブストーリーがあったりして、ちょっと切なかったりもするんですよ。じゃあ割と妖怪というよりはそっちの方が好きみたいな。そう、もうその胸キュン、なんかあのいちごミルクが好きなんだけど、君は何ミルクが好きみたいなセリフがあって、何それ何それ。そ
んな話すんのみたいな。キュンキュンしてる。すごいキュンキュンしちゃうの僕それ。確かに。めっちゃいい。フワちゃんも見て。あ、でも絶対。私そういうの割とちょろいから。ちょろいんだ。夏になると絶対見ます僕もう DVD 持ってるので、はい、ああじゃあ本当に大好きな、はい、だからもうこれは絶対夏に見る映画ですよ。なるほど。僕が中学の時に、はい、すっごい大好きだった映画です。お、じゃあ、はい、2位の方お願いします。ドン2位チャーリーズエンジェルシー。あーそうなんだ。あれなんかチャーリーズエジェルなってるね。ちょっとご存知ないからですね。ワンとあのフルスロットルのあのキャメロンディアスの方がすごい大好き。もう中学の時にもう本当にキャメロンディアスが大好きすぎて、でこのあの3人組のあのバランスがちょうどいいんですよね。シーリーさんとあのドリバリもあのあの3人のバランスもいいですし、ビジュアルがすっごい可愛いんですよ。そう、衣装とかがね、ちょっといちいちなんですよね。そう、あ、だからエロ、エロ感覚映画ですね。そう、エロいんだけど超可愛いの。キャメロンディアスの足がすごい綺麗。わかります。やばい、蹴りがねシュッていくんですよね。本当にあの美脚がすごくって、あ足だったら蹴られたい。本当に箱の中からさ普通こうやって出てくると思いきや足からこうやってどうやって入ってたのみたいな。すごいかっこいいの。折りたたんでましたもんね。こうやって確かに。3位が、学校の階段で、2位がチャーリーズエンジェル、はい、次でももう楽しい映画ですよ絶対。楽しいしキュンキュンする感じで可愛らしい映画だから、うん、もうほんと可愛い系のが1位に来そうですけどね。だスパイキッズとかあるかもしれない。スパイキッズ、あスパイキッズ見てたー。1位どういう映画なんでしょうか。ダレンダンサーインザダーン。これこれ最悪な映画だよ。私これ知らない。何？これすごい面白いの。面白いって言っちゃいけないかもしれないけど、ね、まさかここで出てくるとは思わない。胸クソ映画です。どうなの？見ていい思いはしない映画ですよ。でもなんか僕も友達に勧められてみたんだけど、うん、トラウマになるからで、もう見たくないって言ってたから、え、そんなにヤバい映画だったら見てみようと思ったんです、うん、でもこれ見た時にミュージカル映画なのね、うん、でその中に出てくる曲もすっごいいいし、うん、はい、それにミュージカル映画ってやっぱファンタジーな感じしちゃうじゃないですか、はい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 、でもすごいドキュメンタリーを見てるくらいすごい自然で、うん、何もかも全てがもうだから僕はもうこういうお芝居できるようになりたいってすごい思いました。あー、パタリロと全く違います。真逆、真逆でございます。え、もうビョークさんも素晴らしいですし、いや素晴らしいですね。カトリー・ドゥ・ドヌブーさん、職場のあの良き先輩みたいな同僚みたいな感じで出てくるんだけど、その方も素晴らしいんですよね。やっぱ優しさが伝わりますよ ね、 ねあの演技は。もうね、フワちゃんが意味わかんないってことで何の話してんの。でも本当に面白いの。意味わかんない。名曲揃い。本当に見てほしいの。本当にえ、これ、うん、泣いちゃうと思う。でもうどんどん主人公がなんでそんな険しい方に進んでいっちゃうのって思う感じで、すっごい苦しくなるんだけど、でもなんかちょっと爽やかな感じなところもあって、結構トラウマ持ってる人いると思うけど、結構トラウマ映画でございます。私ファインディングにもにしとくで。この、あの3つの映画聞いて どうでした ?1 位ダンサーインザダークじゃないですか、ちょっと心の闇が垣間見れましたね。腹黒さがちょっと出てきちゃった。出てきちゃってるかもしれない。よりパタリが楽しく見れましたね。フワちゃんは仲良くなれそうですか？あ、そうね、私もあのチャーリーズエンジェルのなんかあの、何変なファイルみたいなの買ったことある。変なファイル変なファイル変なやつ、変なファイル。それ公式なのかな。でもすごいなんかの可愛いのからあのこういう深いのまでなんか人間の幅が見えた。人間って幅があればあるほど好きだから本当に好き。ありがとう。告白されちゃった。はい、ということで今日は加藤さんありがとうございました。なんか最後に告知とかあれば。いいんですか。はい、語りろの劇場版が、あの、はい、DVD が今発売中でございます、はい、ぜひ皆さん買っていっぱいお家で見て突っ込みながら見てください。はい、絶対そうして。絶対何？絶対何？絶対そうして。絶対そうして。絶対そうしないの。急に仲悪くなる。喧嘩やめて喧嘩。皆さんありがとうございます。
もうフルスロットルのオープニングの、うん、あのロデオマシンに乗ってるキャメロディアス、かわいいの山賊みたいなところにあのコンコンコンってちょっとアホな女の子みたいな感じで訪ねてくる感じがまたかわいいね本当にかわいいのめちゃめちゃいいじゃないですか。